はい、えー。今回ですね、Adobe a f t アフターエフェクト実践講座ということで、こんなようなムービーをですね、ちょっと作ってみようと思います。今回、ブレスディスメッサんからですね、えー、ジャケットですね、ちょっと使用許可を得まして、えー、こういったエグザンプルを作らせていただきました。えー、ちょっと今回長くなるんですけども、まあいろんな技がですね、駆使されておりますので、えー、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。解説は電報時の田村です。はい、えー。まずですね、背景作っていきたいと思います。背景にはですね、新規の平面をまず引きましょう。で、エフェクトからグラデーションですね。 いつもこのエフェクトをかけるたびに思い出すんでけど、スピードで、そういえばマイグラデーションってありましたよね。なんかマイグラデーションみたいな感じがしてますが、はい、かけます。で、えー、これがかけて後にですね、ここの放射状からこんな感じにします。で、えー、こちらの方をこうするんですけども、色ですね、色の方をですね、ちょっと変えていきます。えー、中心白にして、えー、あとはこっちをこんな感じですか。 ま、この辺はお好みに合わせて、あの、いろんな形にしていきたいと思いますね。で、ここで、こういうふうに、ま、半径率っていうか、円のこうね、中心点の大きさをうまくこう調整してあげてください。まずこれで背景が出来上がりです。はい、え、ついてですね、え、下から降ってくるこう線みたいな、え、そういったものを作りたいと思います。え、これはですね、CC Particle World っていうのを使います。さあ、これなんですけども、え、通常ですね、こういうふうになんか、 普通に出てくるようなもんなんですが、まあこう回転とかですね、見え方によってだいぶ変わってきます。じゃあちょっとこの辺ですね、簡単に説明していきたいと思います。えー、まずバースレートですね、これ34ぐらいにして、ちょっとこう、ボわっとしましょう。そしてこちらも1.38。 はい。このような形にして寿命ですね。寿命を長くしてあげます。で、こちらのものですね。ポジション。まあ、こういった見え方なんですけども、角度っていうか広がりと、こう、見え方ですね。そういったものを変えることができます。えー、これもマイナス0.17。そして、これは3.5みたいな感じで、えー、ちょっとこう、普通に、数字的に打ってしまうんですけど、マイナス0.13。はい。そして、これが、えー、広がり具合ですね。21.5。 そして、こちらの Y の広がり具合が7。そして、こちらが、奥行きですね。87にします。そうすると、まず結構こういう風に、だいぶ変わってきますよね。なんか広がりが見ってこう、点が飛んでいくような。えー、そんなような形になります。そして、今度はフィジックスですね。なんかこう、重力とかその辺の方をうまくこう、調整するんですけども、今爆発になってますが、これを変えます。はい。 これに変えまして、次、ベロシティです。え、これね、結構こう、拡散具合っていうか、こう、結構拡散のいい加減差って呼んでるんですけども、まあそういった広がりみたいなものですね。こういったものをやります。そして、こちらのベロシティの、これがマイナス84です。はい。そして、グラビティ、重力ですね。これ、重力が、ちょうど今プラスになってるんですけども、これをですね、マイナスに設定しちゃいます。マイナス0.4。 そうするとどうなるかっていうと、上に飛んでいくような形になりますね。本当は下に落ちてるんですよね、これね。そしてこれ0で、えー、次が1.3。はい。そして、えー、まあ、アングルの方も別に特に変わんないんですけども、やってあげます。そして今度はパーティクル、パーティクルの設定です。はい。これ今ラインになってるんですけども、ここはフェーデットスフィアにしちゃいます。 はい、そうすると、あ、無くなっちゃいましたねってあるんですけども、はい、ここからバースサイズとか決めていきますよ。1.2。はい、そして、0.660。そして、こちらが98。 はい。そうすると、だいぶ、こなれてきましたね。はい。こんなような形になりました。<laughs> なんか数値だけ打ってて、こんなような形ってないと思うんですけども、えー、こんなような形になります。で、あと、色で、色を変えてあげるんですけども、えー、ここは黄色で、え、ちょっと濃いめにやってあげて、えー、この濃いめのところをだんだん薄くするような感じですね。グレーっぽくしてあげます。そうすると、こういうふうな感じになりますね。で、ここのポイントは、モーションブラーね、これ。 入れてあげないと、普通にただ雪の玉みたいなのが下から上に行ってるんですけども、モーションブラーを入れてあげると少しずつこう線みたいになります。で、ここポイントなんですけども、通常これでこれ以上線の長さをどうしても変えたい場合は、ちょっと裏技ね。裏技なんですけども、コンポジション設定からコード。 で、ここのシャッター角度ね、コンポジションでもう変えちゃうということで、720、もう最大値、最大パワーでいってみましょうって言うと、ここ違ってきますよね。より線みたいな形になります。はい。で、これは、あの、通常の先ほどの全体のところをね、これに入れちゃうと、ここのコンポジションっていうのがすでにもう決まってるわけなんですね。 コードになって決まってるから、180の値をここで720にしちゃうと、他のモーションにも影響が出てしまうということで、わざと別のコンポジションになっているという形になります。なんで、これをですね、ちょうどプロジェクトから、今ですね、下から、え、ー 線ちょっと背景がね、見えにくい場合っていうのは、先ほどの、えー、こちらの方ですね、終了色の方を少しこういう風にしてあげると、よりわかりやすくなるんじゃないかなという風に思います。はい、えー、続いてジャケットです、えー。ジャケットですね、上に乗っけて 3D レイヤー化します。で、ここなんですけども、えー、まあ通常ちょっと揺れてるようなイメージということで、ウェグラを使いたいと思うんですが、位置ね、これでですね、まあランダムにできるんですけども、えー、少し ですね、ちょっと高度な形で次元に分割次元ですね次元五右衛の次元ですね,次元,の次,元ですね次元に分割しますそうすると x と yz で、まあ、各操作ができますんでここはですねまあこういうふうな形で xyz を、まあ、カスタマイズできるように、まあ、やってあげてくださいそして各値を、まあ、2つキーフレームを得たら x でウィグラーそして y でウィグラー そして Z でウィグラーです。例えば奥行きだけもう少しね、あの、ちょっと細かく調整したいな、つっ,った場合には、えー、こういった形で次元に分けてあげることにですね、カスタマイズが可能となっています。さあ、こんなんで、まあ、揺れを作ることができました。こんな感じですね。はい。この揺れはですね、ウィグラーの値によって調整してあげると、さらにですね、細かくとか、えー、小刻みに動くような、えー、そうした設定もできたりします。次なんですけども、えー、他のですね、 えー、まあ、こういった画像を載っけます。えー、今回ですね、ブレスディスメスさんという方からですね、ちょっとご協力いただきまして、えー、このちょっと写真のジャケットの方を使わせていただいております。はい、これもですね、3D レイヤーで同様に配置します。で、配置したら、えー、今度はですね、親子関係作っちゃいます。要は、この、まあ、動きですね、先ほどのウィグラーの動きと同じように、こちらも連動して動いてほしい。そうした場合にはですね、この、 はい。おやーっていうのを完成ジャケットにします。これも完成ジャケットにします。といって、えー、これでモーションブラーかけてあげると、はい。みんなが同じような動きをするといった形です。もちろん 3D レイヤーなんで、この奥深さとかどっちが手前に見えてるかっていうのは、その辺は Z で調整してあげてください。はい。親子関係はですね、基本的には透明度以外すべてかかりますね。 まあ、親子の縁って結構大事ですね、はい。続いてですね、文字。えー、こう、下から、えー、下から横からキュッと出てくるような文字なんですけども、これも 3D レアの Y 回転で行うことができます。えー、最初にこれを設定したって、Y 回転しますよということで、マイナス90とかにすると、はい、こんなような感じになりますんで、こっからキューッと出てくるような。 こんなような感じに設定してあげてください。これ中心点ね、あの、ずれちゃうと、こんなことになっちゃいますんで、例えばここを中心点にしちゃうとどうなるかというと、 こういう風になっちゃいますんで。まあ、この辺はね、見せ方っていうので、うまく書いてあげればいいかなという風うに思います。そして、両方ね、位置もずらしてあげて、こんな感じにしてあげますね。伝法寺なオンセール。はい。よくわかんないんですけども。はい。これも同じようにですね、親子関係ですね。親子関係で、先ほどのジャケットの方に適用させてあげます。こんな感じかな。はい。そうすると、これも同じようにですね、 揺れながら出てくるっていった形になります。はい。ちょっと続いてですね、特殊なエフェクトなんですけども、よくミュージックビデオでですね、なんかこう、色差で、なんかこう、揺れるような、えー、そういったエフェクトをちょっと作ってみたいと思います。これね、プラグインなくても、えー、できるんですけど、よくプラグインでもあるんですよね。簡単にかかっちゃうやり方があるんですが、ノープラグインでやるとなるとですね、実は、じゃん、3D メガネというのを使います。えー、3D メガネ何なんだろうって形で、はい。これでですね、ジャケットに合わせてあげて、はい。 まあこれ、こう、左と右で、なんかうまく 3D に見えるようになっているんですが、ここではですね、この部分ですね、よいしょ、はい、赤と青、バランスカラーっていうのを選んであげます。それで何も変わらないんですけども、実はこのね、シーンコンバージェンスっていうので、これでこういうふうになんかこう、縦と横で、あの、なんていうかこう、色がちょっとこう、拡散するみたいな。 そんなような効果を出せます。で、これも同じようにですね、何をやるかというと、ここでウィグラーをかけてあげるんですね。2つですね、2つかけて、今回10秒なんで、はい、こんなような形にします。で、シーンコンバージェンスで、こんなような感じでウィグラーで入れてあげます。そして、これも入れてあげます。そうすると、まあ、これ全体にちょっとこう、 こうかかってくるんですけども、で、ここなんですが、全体にかかっちゃうとですね、なんかちょっとタイミング的になんかちょっと、こう、キュッキュッとかかってほしいという場合には、こんなような感じでですね、二つ、はい、ここで、このピリオドのところでですね、短い期間、ちょっとこれ、5以上じゃなくて10にしましょうか。はい、こんな感じにして、二つかけます。はい。 そうすると、こう来ましたよ。この区間だけちょっとかかってるみたいな感じになって、はい。あとはコピーペーストしてかけたい区間を、えい、えいってみたいな感じで、ちょっとこうランダム気味にしてあげると、ここがかかってるよ。そして終わるよみたいな感じで、まあこういうインパクトみたいなのをですね、作ることができたりします。で、えっ、ー、と、これなんですけども、全体をですね、3秒間で持っていきたいという形なので、ここを、 はい。なくしちゃいます。そして、えー、ここを0にして、先ほどの、はい。親ですね。ここの親のところをですね、下に動かしちゃいます。はい。見えなくしますね。どの辺まで行ってんのか。おー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 おおおおおぉって感じかな。はい。そうすると、ここからこう、ジャケットが出てきて、皆さんお揃いで、 ズバーンズバーンみたいな感じで、まずはなります。はい。えつ、ー、いてですね、最後、色補正ですね。ちょっと色の方を補正したいと思います。で、色補正なんですが、ここにカラーフィネスってのがありまして、調整レイヤーね、上から乗っけてかけてあげます。そうすると、ちょっとフルインターフェースでやってみたいと思うんですが、カラーフィネスね、ここのギャラリーっていうのがありますんで、このギャラリーのですね、はい、システムってところにですね、色々と入ってます、プリセットが。35mm。はい、コダック。っていう感じでですね、こういう風に、 いじってあげると、こういろいろと、まあ映画のようなですね、こういった色味っていうのがえうまく演出することができますんで、まあこの辺はですね、お好みに合わせてかけて、OK を押してあげる。ちょっと気に入らなかったらキャンセルしていただいて結構なんですが、OK を押してあげると、色味がかかります。ちょっとこんな風に変わりますね。それと、次なんですが、レンズフレア、ちょっと作りたいと思うんですけども、あの、やはり、 ここら辺になってくるとですね、結構あの、プラグイン <laughs> 使っちゃったりするんですけども、今回紹介するのはですね、エフェクトからですね、ヒットフィルムっていうのがあります。えー、これですね、実は結構安い、え、プラグインで、え、値段もコストパフォーマンスが良くて、結構いろんなものが入ってるなということで、ヒットフィルムライトフレアというのがあってですね、ここのアナモルフィックレンズフレア、あの、横に流れるような映画みたいなね、そんなレンズみたいな、え、レンズフレアを出します。これね、今ちょっとかけてみますよ。こんな風に。 出るんですね。これすごいですね。この辺ね、昔そんな簡単に出なかったっていうか、一個だけのね、プラグインだったんですけども、なんかいろんなものが入ってるんですよね。まあこの辺ちょっとうまくいじっていただいて、まあ横なのか縦なのか、みたいな感じとかですね。あとこう、全体にこう広がるようなとかですね。そういった効果も、えー、付け足すことができますんで、えー、このプラグイン結構おすすめかなというふうに思います。はい。で、もしプラグインがない、 買った場合、えー、どうするかっていう、ちょっとそういう手段もあるんですけども、えー、レンズフレアを作るんですね。で、ここでは、えー、3つ使ってます。えー、まず、レンズフレアがありました。そして、えー、色相ですね、いじって色を変えますよって感じで変えます。そして CC ライトスイープですね。この辺にしまして、ここで不透明度をですね、ちょっと変えちゃうんですね、全体の。はい、神経平面にかけますんで、全体がこうなってきます。で、それに対して、はい、ここで、 レンズフレアを入れてあげる。そうすると、こんなような形になります。で、ここでフレア入れるときね、あの、マスクでうまく囲ってあげてください。マスクの方でうまく制限することによって、だいぶね、こういうふうにフレアの具合っていうのを調整することが可能となっています。そして、こうかけてあげると、はい、こんなような感じになるわけですね。で、先ほどの調整レイヤーも入れて、例えば、はい、アナモフィックのライトフレアを入れると、こういうふうにですね。はい。 ちょっとかっこいい感じの、え、プロモーションビデオっていうのが作ることができます。はい。ということでですね、最後ライブの宣伝になっちゃうんですけども、えー、ブレスディスメスさんですね、え、1月の、はい、24日ですね、下北沢モザイクで、はい、公演があります。えー、おそらく私も頑張っていきたいと思いますので、えー、当日ですね、あのー、ライブのところでですね、あの、質問とかを受け付けておりますので、えー、ぜひ皆さん、えー、参加していただきたいな、というふうに思います。